どうもハンサムクロージです。今日はセブンイレブンで美味しそうなスイーツを買ってきました。冷蔵のところじゃなくて焼き菓子系のやつ、チーズケーキとかパウンドケーキとか美味しそうなやつを3つほど買ってきたのでいただきたいと思います。ほんのり洋酒香るフルーツパウンドケーキ、香ばしナッツブラウニー、2種チーズを使用したベイクドチーズケーキ、特にベイクドチーズケーキは僕大注目、すごい美味しそう。いただきます。まずはパウンドケーキ。はい、この色もいいっすよね。濃い感じがする、この茶色さ。うん、フルーツとお酒の香り。あー、いい匂い5種類のフルーツが入ったしっとり食感って書いてます。オレンジピール、レーズン、チェリー、糖漬け、レモンピール、パイン、砂糖漬け入ってますね。マジうまそう。いただきます。お酒のね、良い風味と旨味、甘さと、あとフルーツのさっぱりとした香りもあって非常に食べやすくて、これもう15期でコーヒーとともにいただきたいですね。こういうの本当は僕本当欲張りで、なんかこう振る舞われるじゃないですか、会社のお土産とか、あと親戚で集まった時に食べてみたい。まあ15切れくらいのって、本当は僕全部食べたいもん。遠慮して2つくらいしか食べないけど、本当は全部食べたい。この手のやつ美味しかった。キューハンサム。次はブラウニー行きましょう。こんなすんごいナッツがね、もうザクザク、厚みありますよね、ナッツ部分の。うわ濃いチョコレート、濃い匂い。香ばしナッツブラウニー、チョコチップを練り込みましたって書いてます。いただきます。思ったよりふんわり。これ系の濃いチョコレートのブラウニーとかって結構ずっしりしてて、中身ギュッとしててねっとり重めなのかなと思ってますけど、めちゃめちゃふんわり、ふんわりしてるけどちゃんとチョコの濃い味がしてすごい美味しかったし、上のナッツも香ばしくてサクサク食感ですごいアクセントになってて美味しかった。キューハンサム。次、大鳥。これめちゃめちゃいいんですよ。これなんかここから見た時のこのなんか層になってるんですよね、2層に。上の層はしっとり、下の層はこうふんわりっていう感じですかね。どうなんだ。匂いがしっかりあるチーズ、パルメザンチーズパウダーの香りかな多分。うん、2種チーズを使用したベイクドチーズケーキ、しっとり食感って説明書いてます。いただきます。うん、チーズ、うん、だいぶ香りが強めです。がっつり匂い、チーズ食べてるぞって、とにかくチーズが濃い。やっぱり想像通り上の方はしっとり、下の方はホロホロ、食感自体も面白かったし、まあまあ甘さもちゃんとあって、コーヒーとかと一緒にいただくといいんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと匂いも強いし、ちょっと個性強いから苦手な人はいるかもしれないけど、僕は好きです。キューハンサム全部キュー。はい、ということで3ついただきました。僕のおすすめ難しいな。でもパウンドケーキ普通に美味しかったです。という感じでセブンイレブンの、焼き菓子コーナーのところのやつ食べてみました。あんまり食べたことなかったんですけど美味しいですね。もしかしたら最近のセブンイレブンのチルド系の冷たいスイーツよりかはこっちの方が好きかも。ごちそうさまでした。以上、ハンサムクロージでした。バイバーイ。